は、リンパケアサークルイルフアの鷲見です。今日はここですね、ベロ、あの舌だったり、あと唾液の分泌、あとここの顎の下ですね、あの二重顎とかの、あのに効果的なあのセルフケアの方法をご紹介したいと思います。用意していただくものがあって、ビニールの手袋になるんですけども、今からあのやるケアというのが、あの以前口腔内カウンターストレインというのであのご紹介したことがあるんですけれども、あの口の中に手を直接入れて緩めるっていうセルフケアの方法になります。あのですので、あの口の中だとあのどうしても粘膜系があって、直接手でしてしまうと爪とかで傷ついてしまったらいけないので、こういう手袋を使用するようにしてください。それでは、これを用意していただいたら、早速やり方の説明をしていきます。やり方の方はまず、まあ、手袋用意してもらったので、手袋を装着してもらいます。でこの時に、ケアする側の反対の方にこういう手袋をつけるようにしてください。で、口の中に直接手を入れるんですけど、その時にあの触れる位置がここですね、ベロの下の方になります。この下顎の内側っていうところになりますので、まず最初にそのちゃんと触れてるかどうかっていう確認をするために、ここですね、顎の下を直接こうやって手で触れてください。で触れた後に口の中にこの手を入れて、感じですね。あのセルフケアなので、あのこれの場合はあの触れて呼吸するだけで大丈夫です。触れて呼吸するだけで、あのどん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 緩んでくるので、あの触れたとこですね、触れたところが柔らかくなると思います。で実際に終わった後に硬さの確認をしてもらうと、あの柔らかくなっていると思いますし、あの口を閉じて、あの上顎です、あのベロのつく感覚ですね、要はあのベロが上がってる感覚なんかも変わってくると思いますので、そういうものも体感しながらやるようにしてください。あのもう一回やり方の説明をしていきますね。まず最初に顎の下にこう触れていただいて、口の中にベロの下の方ですね、下顎の方に、感じになりますので、あの先ほど最初に言ったみたいに舌位だったり、あの唾液の分泌量、あとここですね、下顎のこの、あのたるみ具合、あの二重顎ですね、あの顔は細いんだけど顎だけもたついてるっていう方なんかは、意外とこの舌位が低いことが、あのそのスタイルをあの崩してる原因になったりもしますので、興味のある方、あの気になる方なんかは、ぜひあの参考にしてみてください。はい、以上です。ありがとうございました。